来た、エビガニ。エビガニ来た、エビガニ。よし。エビガニ投入。よし、ノーラと交代しましょうか。ユッフー。さあ、ボストンくん。ボストンくんです。ちなみにですけど、ちなみにですけど、このヴァンガード、最果ての島の音。この音。R1 で優勝した方いましたよね。佐久間さんでしたっけ？多分5年ぐらい前の R1 で優勝した人。佐久間さんやったと思いますけど、あの人優勝のネタでこの BGM 使ってましたね。覚えておられますかね。オレスタ。タタ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 タってやつ。覚えてる方いるかな？実はロマサガ3の音だったってやつですね。知ってる人はすぐ気づきますけど。オレスタ。このね、このエビガニはね、体術なんですよ。体術使いで、体術がまたね、強いんですよね、このゲーム。しかも、このエビガニは、普通の体術よりも強くて、ハサミで殴るっていうことができるんですよ。で、またこのハサミがめっちゃ強いんですよ。オレスタってやつですね。ああ、テレビあんまり見ないと知らないですよね。R1 のチャンピオンで、まあ R1 で検索して、ら、YouTube とか出てくるんじゃないかなと思いますね。ほら、武器も何も持ってへんけど、一応こいつハサミ、固有の装備でハサミを持ってるんですけど、そのハサミがまあ強いと。何を持ってへんの？一応つけといてあげようか。いうことですね。だから、全然メンツとしては使えるんですよね、こいつ。実はめっちゃ使えるんですよ。この色物みたいな感じに見えますけど、実際はすげえ強くて、体術ではナンバーワンじゃないですか。ナンバーワン、ナンバーツーを争う。まあ、何がいいって、とにかく普通の人だったら素手で殴らないとダメな部分が、常にハサミが発動するんで、ハサミ殴りが出るってことですよね。そう、LP も高いんですよね。だからね、割とこいつは色物パーティーだと使えるんですよ。よし、ね、ちょっと来た。そうなんですよ。よし。確かね、この洞窟ね、確かね、強いボスがおるから、そこで技を何個かひらめく練習をしてたような記憶がある。ちょっとそこまで行ってみたいなと思って今。水流っていうのを送り込んできたっていう話してたんで、ちなみに虎穴陣は素早さめっちゃ下がるので、体術と相性最悪です。マジですか？まあ大丈夫です。こいつは今入れてるだけで、やっぱりこいつ、所詮やっぱエビガニなんで、その加齢臭はしないんですよね、やっぱ。この泥臭い匂いがしてるんで、やっぱり最終的には加齢臭のパーティーで今回固めますので、セーブします。この辺やったと思います、確か。この辺に確かやばいやつが出てきたような。おったー！こいつ多分めっちゃ強いんですよ。こいつめっちゃ強いんで、なんでハリードにした？ハリードが一番好きやからですね。ハリードが一番年齢も俺近いし、うわ、いかつこれ。これがね、これがやばいんですよ。本当にやばくて。まあちょっと必殺技ひらめかせてもらいましょうか。逃げられると思うんで。えい！食らうな！来た！郵便返し。おい！俺らもう、パン系、体の中から、内部破壊、
ほら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 、ひらめくよ、これ。ひらめき先生なんですよ、こいつが。うわ、めっちゃ回復するやん。めっちゃ回復されるな。まだね、もうちょっと後で、倒すのはもうちょっと後でもいいと思うんですけど。うん。ひらめけ、ひらめけ。来ない。まああの、あんだけ回復されてるから、陣形を今、水なんで、水のあの、なんていうか、土地のエフェクトが水になってるでしょ。だから、基本、水の状態なので、あの、ウンリーネとかと一緒で回復されるんですよね。水属性なので。まあでも、もうちょっとその、こっちの攻撃力が上がれば、十分その、オーバーキルしていけると思うんで、今回はまあ倒すところまではやめときましょう。ちょっと楽しみは後で取っとこうというか。逃げれます。これは逃げれます。逃げれるんで、確か逃げれたはずなんで、問題なく。うん、もうそこまで強くないでしょ。そこまで強くないんですよ。あの、回復厳しいっていうだけで、めちゃめちゃに強いっていうほどじゃない。あとは、あれですね、スコールを無効化するような、あの、魚鱗の鎧とか。そういうの持ってくれば当然もっと楽になりますしね。今も実際食らってませんしね、ハリードとか。ハリードとロビン食らってませんから。実際はそんなに強くない。まあこんなもんにしときますか、じゃあ。じゃあこんなもんにしときますか。一旦退却。退却！もう一回ぐらいちょっとひらめかないか試します。もう一回試します。まあ、一つ、劉備返し取りましたけど、もう一個ぐらい欲しいよね。あ、ちょっと待って。そういえば、ハリードって、カムシーン、また帰ってきてるな。こいつ勝手にまたほら、カムシーンって名前つけようるんですよ。カムシーンじゃないって言ってんのに、ね、パルシオンでし、やったでしょ確か。パルシオン装備してるはずなのに、勝手にカムシーンとか言いよるから、こいつ。いえいえ。よし、来た。あー、タミング。まあまあまあ。もうね、体術は、多分、使わない。今回使わないと思うんで、面的に、あまり覚えてくれてもしょうがない。この、ボストン君は、もう外すんでね。外しますので。イェフー！さあ、カウンター技、ジャストミート。あのね、腹に打ち込むようなあのボディ、リバーブローですよね、まさに。あの、ぶち込むようなハサミのボディが、素晴らしいですね。カムシーンはね、伝説の名刀、極刀なんですよ。伝説の極刀で、それを、ハリードは探し求めてるっていうか、自分が勝手に名前をつけてるんです。自分が勝手に名前をつけてるんです。よし、じゃあちょっと技だいぶひらめいたんで、技整頓しましょうか。あ、もう前回行ってもてるわ、これ。前回行ってもてると、あ、そうなんですよ。そう、前回行ってもてると振り、ひらめかないんで、ちょっとこの辺を処分していきますね。これね、ひらめくためには IQ 開けとかないとダメなんですね。こいつも危ないな。よし、もう一回いきます。もう一回だけいきます。で、ちなみにカムシーン、まあ動画の、多分最初の方でも言ったんですけど、本物のカムシーン、こいつは勝手にカムシーンって名付けてるだけですけど、本物のカムシーンが、ハリード編では取りに行けるので、それをもちろん取りに行きます。もちろん取りに行きます。来たー！大進撃。全体攻撃ですよね、これ。クエイク、みたいな。まあきっちり水流には当たらない形。
行こう。キック。おお、前田タイソン張りの蹴りが出ました。もう一回ぐらいひらめくかなーと。ロビンはね、一長一短ですよ、本当に。俺はもう見た目が好きなんで、デブロビン一択ですけど、翡翠立ち。はい、オッケー。どんどんひらめいてるよ。どんどんひらめいてますよ。体験、ウォードがひらめかないですね。ウォードがね、あんまり確かひらめきにくいんですよ。そもそも。ひらめきやすさって結構ステータスによって確か変わるんで、ウォードがなかなかひらめかないですね。エアロビート。わけわからんの、また来たで、これ。あいつわけわからんのばっかりやな、ほんまもう。デミルーンの、なんかデミルーンエコーっていうのがあったと思うんですけど、それをひらめいてくれへんかな。とにかく全体攻撃欲しかったんで、死んだ。よし。じゃあ、この辺で諦めまして、まあまあ、こんなもん十分っすわ。十分っすわ。じゃあ、魔王伝行きましょう。十分。じゃあ、ここで魔王伝行きましょう。一応、こっちも行けます。まあまあまあ、でも、先魔王伝。先に魔王伝行きたいと思います。ポール仲間にするの先かな。ポール仲間にしに行きましょうか、じゃあ。先ほど教えていただいた、女性込みで、まあ、とりあえず、一回この、エビガニを、処分して、で、ノーラさんイン、ノーラ入れた5人で、じゃあ野党にやられに行ってみましょうか。オッケー。じゃあ行きましょう。ただね、ちょっとレベルがそこそこ上がっちゃってるんで、野党にやられることができるかどうかがすげえ微妙ですね、レベル的に。死なないとダメなんですよね、多分。今、魚とかが噛みついてきても一発も食らってないんですよね。ダメージをもう通さない状態になってるんで、さあ、これがどうかなって感じですよね、本当に。ポール欲しいんですよ。ポールね、ポール確かユミですよね。ユミのキャラって意外といないんで、ちょっとユミに付き合わせたいんですよね。だからポールを入れる余地があるなと思って。はい。こんばんは。ポールはね、仲間にね、しない人も多いですね。見つけられない人も多いやつなんですよね。確か。あんまり条件ちゃんと満たすじゃないと仲間に入りにくいんですよ、ポールって。その、さっきちょっと教えていただいたんですけど、そういうちょっとややこしいね、手順を踏むっていうか、ブラックほどではないんですけど、ブラックほどではないにしろ結構めんどくさいやつなんですよね。ヴァンガード動いちゃってるんで、一回戻します。ヴァンガードの操縦はお任せします。あれ、ヴァンガードの操縦はどこからやればよかった。ど真ん中かな。ここや。よし、海底球近海へは行きません。大陸へ行きます。よし、イケメンリア充なんですよ、本当に。ポールは確かだって、あの彼女いましたもんね。彼女確かね、すげえ男前なんですよ、本当に。ちょっと腹立つんですよね。ちょっと腹立つんですよ、男前で。よし。あの、僕はもうどっちかというと、やっぱりあの、そのウォード的な雰囲気なんで。まあでもね、こないだね、まさかのですよ。まさかのですけど、とある、スタンレーでよかったな。とある女性がね、とある女性がね、まさかの俺のことをですね、まあ、
まあ、見ようにによったらもうギリギリ松山健一っぽいとも言えなくもないですって言ってくれたんで、だいたいその顔でも再生してもらっていいですかね。だいたいその顔で再生していただけるとありがたいです。松健っぽいなーみたいな感じだったんで、どこやったかな、確か依頼を受けないとダメです。スタンレーファルスやったかな、ファルスでしたかね。そう、マツケンですね。新勇気の、新勇気のじゃないな、マツケンですねとある女性がね言ってくれたんですよ。ギリギリ雰囲気だけギリギリですけどっていう、余計想像しづらい。だからね、濃い顔ではないってことですね。要するに濃いゴイゴイの顔ではないってことですね。あれ、あいつの依頼ってどこで、あれどこやったっけ、野党にどったらこったらの依頼を受けないとダメだったはずなんですが、あれ違ったっけ、この上か、んー、あ、ユーステルムですか、ユーステルムか、ユーステルムか、そうそう、ど根性ガエルのヒロシやってた人ですね。に、ギリギリですよ。似てるってわけじゃないですよ。誰かと言われれば、みたいな。その芸能人で言ったら誰って言われた時に、誰って言ったらいいですかねっていう言い方をしたら、みたいな感じで絞り出すように出てきたのがそれだったので、そう、デスノートの L ですね。そう、ちなみにドブロックは全然似てないっていう話で終わりましたね。ドブロックは全く似てないっすねっていう。あいつどこやったっけ、どこ、あれ、なんかこういう武器屋とかにおったような記憶があんねんけどな。見つけられねえ。武器屋とかにおった記憶があるんですけど。違う？こっちか？こっちか？あ、ランスか？こっちか？こっちですか？なんか武器屋、こういうとこになんかおったような。これか。来た。よし。運びます。ここで死ぬってことですよね。やられちゃうってことですよね。ということは陣形、まあ、陣形崩していくか。ただね、やられることができるかどうかな。問題は。どうしても攻撃はしてしまうんでしょ、これ。一回防御してみるか。防御するとまたやられにくいんですよね、これが。FF と違って味方攻撃できないんで。ほらね、ほらね。やられることが不可能なんですよ、これ。やられようがないっていうか、食らわへんのよね。これね、食らわへんのよね。ゼロですからね。装備品全部引っぺがしてみるか。こいつらめちゃくちゃ弱いんですよね。めちゃくちゃ弱いんですよ、これ。装備を一回引っぺがして待たないとダメかもわかんないんで、まあ、ちょっとやって試してみましょうか。まあね、確かね、その最速での仲間の仕方と、あと、まあ、後々仲間になるというやり方があったはずなんで、まあ、最悪はもう諦めますけど、
とりあえず、まあ、ちょっと装備外して行ってみたいと思います。あ、皆さんこんばんは。下道剣で毒になれば、あー、なるほど。なるほど。一回装備外しますね。これでダメージ食らわんかったら結構厳しいぞ。これでダメージ食らわんかったらかなり厳しいですよ。全員パンチでいきます。パンチならこっちのダメージは多分ほぼ入らない。はい盾あー食らうわ。大丈夫ですね。いや、なんで、もうなんでもやめて、もうやめて、ひらめくとか。いらんからもうそんなの。やめて、やめて。やめて、どんどんひらめくやん。ああ、もう暗闇だって迷ったやん。何してんねん。ええからもうそんなんもう覚えんでもいらんこと。すぐ覚えますね。赤ちゃんみたいな吸収力。おい、もうすぐやもう。何やねん。すごい吸収力ですよ。おい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 、どうなってんねん。どんだけ勝ちたいねん、お前らは。もう本能で言ってもてるから、すんごいわ、これ。すごいですわ。これちょっともう時間ぐらりますけど、じっくり待ちましょうか、ね。いや、松山健一に似てるんじゃないですよ。松山健一似てるわけじゃないですよ。もう芸能人で言うともう誰かっていう、もう本当にギリギリの選択をあの女性に迫ったら絞り出すようにして、松山健一には似てるような気がしますような、気がする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 いますねみたいなことになって、すごい申し訳ない感じになったっていうことですよ。だから、まあ、まあ、お分かりだと思いますけど、そんな濃い顔じゃないってことですね。そんな濃いような顔ではないってことですね。ガンガンひらめきやがる。ガンガンひらめきやがる、こいつら。さっきあんなにひらめかへんだ、勝ったくせに。全然食らわせられへんやん。下道剣っていうのも来ないですね。まあ徐々に減ってますから、徐々にダメージは食らってますから問題ないとは思いますけど、あんま減ってねえなー。全滅するのが難しいゲームっていうのもすごいけどね。マツケンは確かにかっこいいですよ。マツケンはかっこいいじゃないですか。まあちょっとその流れ、本流としてはイケメンの本流としては違うかもわかんないですけど、結局 ああいう顔が一番落ち着きますから、一緒にいてたら。あ、マツケン最近ちょっと太りましたね。確かに小雪でしたっけ、奥さん。奥さん小雪ですよね。俺も小雪がね、小雪がわからないんですよ。小雪がその全然小雪の良さがわからないというか、小雪ってみんな好きですか？男性陣ちょっとお聞きしたいんですけど、小雪のこと好きな人います？小雪の良さって何なんですかね？なんかね、スターウォーズのなんかジャバザハットみたいな、ジャバザハット的なイメージなんですよね。小雪。小雪、なんかもう、二重顎みたいな感じでなんか、怖いんですよね。すごいなんかもう怖そうやし。肌美人。なんかすげえ塗ってません？あれ。すげえ白くなってません？小雪やったらまだ小梅の方が、
まだ小梅の方が、まあ、襲われはしましたけど、小梅、今小梅何してんのよ、そういえば。小梅の今が気になりますけど。よし、いいぞ。ちょっとあんまタイプじゃないんですよね。あ、男性はあんまりタイプの人いないでしょ。まあ僕はもうさっきも言いましたけど、僕はもうミランダカー、もうミランダカーを狙っていくんで、僕はやっぱミランダカーが好きなんで、ミランダカーのような女性が好きです。あ、僕はミランダカーです。もうミランダカー。ミランダカーだけを今最近は見てます。俺はでもね、基本的に俺はね、あっさり顔の人が好きですね。基本的にはあっさり顔、なんかね、まあこのなんて言うんでしょう、この超パッチリ二重とかいうよりかは奥二重の感じの人が好きなんですよね。どっちかというと、どっちかというとね。え、声だ。な、これは何できひん、できひん。よし、やっと一人死んだ。やっと一人死んだ。ベッキー、確かにベッキー。ミランダカーはね、なんでしょう、なんかね、日本チックな顔でしょ。ちょっと。ミランダカー、えぐく可愛いんですけど。ベッキーはね、ベッキーはね、全然好きじゃない。これは何ですの？全然似てない。やめて、ほんまに。ほんまにやめて。あらららら。ウォードが死んだぞ。下道拳、やっと撃ってきた。おっそ。調子、急に調子づけよった。急に怒っとる。急に怒り出した。ミランダカーはね、割と濃いめですね。あの、日本人で言うと僕好きなのは、多部未華子とか、宮崎あおいとか、本田翼とか、その辺ですね、やっぱ好きなのは。よし、来た。イベント始まった。こいつらなら高く売れそうだな。誰に？無理やろ。ノーラやぞ。絶対高く売れへんやろ。来たー、イケメン。持ち物は返してやる。あとは勝手にしろ。なぜこんなことするんだ。人身売買はスカム。何やねん。ということは、野党の仲間ってやったってことか。裏切りよったんかな。もう倒していいのかな。もう倒していいのかな、これ。ぶち殺したら。行きましょう。よし。ほら。そうですね。美人というよりは、可愛い感じ、ですかね。なんかね、ちょっとあっさりめの人が好きですね。だから、その、もう、ベッキーとかは、もう絶対ないんですよ。まあまあ、向こうもないんでしょうけど、向こうもないですけど、こっちもないというか、あとなんかね、ちょっとね、怖い顔の人はあんま好きじゃない。優しい顔が結構好きかな。これ、アジトってことか。めっちゃ人いる。こいつら、うろうろ。落ち着けよ、お前らは。もう。座って順番を待て。うろうろ。あっさりしすぎてのっぺらぼうみたいな。いや、そういう人が一番いいです、本当に。あっさりの、ほんとにあっさりのね、能面のようなね、能面のようなって言うとちょっと小雪がちらつきますけど、
あ、防具はじ、防具つけないと、そうそうですね、防具つけます。もうこいつらがあまりにも弱すぎて、舐め切ったプレイを してました。どうしようかな。これってスケートーンとかできるのかな。何つけてたかもよくわからないんで、適当に。そんなにね、雑でも特に問題ないので、この辺は。何つけますか。スピードロード。大体で大丈夫。スピードロード。これまだ仲間から外しちゃうと、正直取れちゃうんで気をつけないとダメなんですね。ロビンちゃん、ロビンちゃんにあんまり余ってない、いい武器が、いい防具がもう余ってない、ゴミばっかり、ゴミばっかり。ノーラはもうとりあえずブーツだけでいいでしょ。ノーラはもうブーツだけで、あと裸でいきましょう。よし、ジャガー横田は嫌やって。ジャガー横田と、俺ね、ジャガー横田とリリコの、区別がつかないんですけど、ジャガー横田とリリコの区別が全くつかないです。同一人物ですか、あれは。さっきテレビにちょうどリリコが出てたんですよ。一瞬だけつけたテレビに リリコさんが出てたんですけど、全くジャガー横田なんですよ。だから横田がリリコで、リリコが横田でみたいな、あれ多分入れ替わっても全くわからない。あ、ゆで卵、すっぴんゆで卵、いや、そういう人が一番好きです。一番タイプです。大好きですね。あ、これちょっと待って。技、ひらめいた技も全部封印しとかんとまずいな。オカリナさんは、オカリナさんは厳しいです。オカリナさんはちょっと異次元の顔なんで、ちょっと厳しいです。あれ、双子でしょ、絶対。リリコ横田でしょ、あれ。ジャガー横田とリリコ横田。見すぎてんねんけど、ほんまに。技をね、技がかなり危険。ほら、もういらんことなってる。これね、もう邪魔やからちょっと封印します。もう、ほらほら、もう。あ、間違えた。切り払いの方消してもた。まあいいか。ノーラさんが持ってたでしょ。これね、赤い状態で消しちゃうと、またひらめかないとダメですからね。お、お。野党のお宝を回収できるのか。回収しましょうか。リリコに似てる女はきついやろ。え、豆さんは毛穴開いてるんでキモい。何、毛穴が開いてるって。毛穴はそらみんな開いてるでしょ。毛穴が閉じてる女の方が逆に果てしなくキモい可能性がありますよ。大丈夫です。毛穴は全員開いてますから。大体可愛い人の条件ってあるんですよ。すいません。調べたら女性はタラ、エレン、ミューズ、モニカ、カタリナ、タチアナじゃないとダメ。嘘やん。ノーラさん。ノーラさん。スタッフも気づいてたやつ。ノーラさん。ひどいことするわ、ほんま。ひどいことするわ。むちゃくちゃやん。まあ、いいか。じゃあ、いっか、とりあえず。じゃあ、気取らんといきますね。どうせまた多分後で仲間入ると思うんで。